はい、大家好、チンセです。今日もよろしくお願いいたします。今日は瀑布一緒に練習します。瀑布といえば、不術五大方言中の一章ですね。五大不行中の一つ、ね結構瀑布といえばすごいこう柔軟性とかの要求も高いとか足のその筋力も必要というイメージあります。確かに。でもちょっとずつしていくと、結構ね股関節とか足の柔軟性良くなるし、腰そして足の筋肉とかも期待することができますので、何よりも瀑布と言ったら腸筋だけじゃなく太極拳、そして伝統剣術も、まあ、全ての種目すごい幅広く動けますので、ぜひ一緒に無理せず楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ一緒にやってみましょう。見本じゃなく今日は、腹部だけの練習なので一緒にお願いします。はい、まず立ち姿勢リンとしてください。はい、次両手まず横に置いてください。今私は右の方に置きました。その時左の足上げて顔を右に向いてください。そして足横に出して、はい、次両手伸ばす。そして指先も、ね、左と右に。はい、じゃあ次マップ通してから、はい、臀部。そして次反対の足上げて1、はい、同じ2足下がっていただいて、はい、手出して反対臀部、これで繰り返して左右していただきます。腹部は必ず、ね、ポイントとして必ず自分の足の裏床とくっついてください。できれば、ね、自分の両足のつま先正面向いてください。でもし初心者の方とか無理しないように、あと足腰ちょっと今、ちょっと痛いとか痛みある方は高くて、ね、高くて十分なので、ね、高くてやっていきましょう。同じ、ね、効果にちょっとずつなっていきますので、ね、ちょっとずつみんな足とか柔軟性良くなってきてから低くしてください。今のところ無理しないようにお願いします。はい、じゃあ繰り返して一緒に3回やっていきます。はい、まず立ち姿勢、はい、倍掌提起、はい、まず腹部穿掌、はい、そして次臀部反対いきます。1、2、穿、はい、じゃあそれでは2回からちょっとスピード普通にやっていきますね。はい、倍掌提起、はい、腹部穿掌、臀部反対、はい、腹部穿掌、臀部，最後一回，はい，提膝，腹部，穿掌，臀部，提膝，腹部，穿掌，臀部，はい、OK、3回。やりました。もちろんみんな高くてゆっくり、もっとゆっくりやっていいと思います。前の時ちょっと
部分をしたことありますので、それを参考してもいいし、で腹部をちょっとずつ、足首の柔軟性必ず、ちょっとずつやってから、ほぐしてからやっていきましょう。はい、それでは足首とか股関節柔軟、多分ちょっとずつ良くなっていきますので、やれば必ず良くなっていきますので、ただし無理せずお願いします。はい、じゃあ今日ここまで終わります。バイバイ、また明日。